PC2 番 A 社にコース B614 枠目黒金さん、倉掃除さんいらっしゃい。和骨へ列車で行こうです。猫さんいらっしゃい。今日はピースフルスリー和骨です。 A 汽車で行こう。ボコメさんいらっしゃい。イガさんがありです。猫さんがありです。早くやるさいパンパンや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 農協牛乳さんやし、なんでもないんだろ、わかってるよ。ラコ妙見さんやし、和骨です。バーストさんやし、我が社のデパートに大量のひなあられの在庫か。ひなあられの在庫、本当はここに行きたいかな。15個目されちゃい。和国です。10万国産です。モスコさん、ありがとうございます。ラックス電鉄が終わりです。ひなあられって3月4日以降一気に価値が下がる恐ろしい商品。ひなあられ中にはまあ毎日ね、ひなあられ大好きでも毎日食べてるよって人がいるかもしれないけどね。うわだって男だらけですから、それは余りますよ。わこ、今日は何人します。はい、22個目されてる。ドラム缶使いますか。ドラム缶使わないよ。はい、トモさんもう大都市ですね。20万人超えてね、人口がどん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 増えていきますね。ひなあられ、絵本巻きと一緒にドラム缶に詰めておけ。あ、そこ道が伸びてますね。ラックスジ、ラックスタワーに伸びる道が、これはすごい。ねえ、ラックスタワーにウェルカム、ウェルカム。あ、もうここからなんてる、危ない危ない。資材をちょっと、いや一気にやっぱここに駅作ったら増えましたね。一気に増えましたね。賑やかになりましたね、ここね。ラコ、男の子には5月のチェックがありますね。ね、ひなあられの直接食べたいんだな。あ、ここにはなかったね。ラックスタワーに伸びる道、地獄の鉄道だって呼ばれてますね。どっちがあれだ。マヨネーズ味のあられが好きです。マヨネーズは、え、そんなあられがあるの。マヨネーズ、おじさんがありがとうございます。ジャークの王が住むというラックスタワー。何やったの。こんばんは、ワクオツです。猫じゃらしさんやで。おじさんがありがとうございます。この町ではひな祭りじゃなくて地祭りなんですよ。祭りじゃないですね。おっと、もうここにちょっとあれじゃない。いやり、5月6日以降も葉っぱがついてても大丈夫なのにな。カジャオじゃ前にね、言ってましたからね。豊洲あられ、ひなあられ、ありがとうございます。いや、聖定十字寮じゃないんだから。ありとあらゆるラスボスがラックスタワーに住んでるんですよね。どういう打ち込めたらじゃん。いやいやいや、ラックスタワーは平和の象徴ですからね。ラックスランドをここに建てましょうかね。ここね、このひな祭りじゃなくてひなは渋滞でしたね。ここね、ラックスシティでは。ここにラックスランド、第2ラックスランド誕生ね。そしてホテルを建てればバッチリじゃないね。第2ラックスランド、バグタン、ワイリーが住んでいるかのような実家。ベロンキャンプのバイト先行きませんから。社長、今期も黒字決算です。そりゃそうだ、そりゃそうだよ、ね、
税金が高いね。はい、まあまあ半分持って帰れるんだね。半分あ、そうだ、ラクソデルどうなった売り上げ。あー、そっか、4月なんだから売り上げキャンセル、またリセットされちゃうね。もう1ヶ月待つか。よし、決算が飛ばすぎて大脳に。もう1ヶ月じゃん、ちょっと待とう。ブーギャン。Go go go。 今のは1ヶ月有料やるから赤字から黒字にしてみせろという兄のセリフですか。あ、まあまあそれはありますよね。はい、いい位置についけてるからね、ラックドンでもね。赤字になるわけがないですからね。今ちょっと声にためらいが。え、何がためらいですか。いや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 、赤字に赤字にしたら社員全員血まみれになりますもんね。赤く、そういえば社長室にはアマゾンダッシュのようなワンタッチ発注ボタンがあるんですよね。いやもう絶対に黒字になる、黒字間違いなし。いやいやいや、まあ、ワンタッチの発注ボタンはねありますけどね。じゃあそこないんじゃない、大丈夫、こっちの工場置いていないんじゃない。そう、置いていないね。あ、あれかな、ここに3つだったらやっぱでもこっちから持っちゃうかね。はい、52個目単位です。パッパヤッパヤ。今画面の真ん中に見えてるのは夢の国ですか。これはもうラックスランド2号店。ラックスタワーの前にある建物なんだろう、ね。ラックスタワーの前、これですか。これがラックスランド2号店ですね。で、これがラックス、元ラックスデパート。今違いますけど、元ラックスデパート。ラックスランドか。これがラックスランドですね。ラックスランド2号店ね。遊園地やらね、ジェットコースターやら、遊園地って遊園地ですけど、ジェットコースター観覧車ね、もうね、もう夢の国ですよ。ラッキーマウスがいます。よっ、ここはラッキーマウス、夢の国へみんなようこそ。ここではね、現実を忘れて思いっきり楽しんでってね、夢の国だよ。ヤッホー、急に怒られそう。ヤッホー、ラッキー。
ラッキーマウスとミッキーマウスの夢のコラボレーションでもあるんだよね。ラックスランドにはレミングスたちが迎えてくれます。今日は僕の友達ミッキーマウスも来てるよ。ラッキーマウス、わらわら、挑戦的なキャラクターですね。現実を忘れられるお薬があるよ。現実を忘れられるよ。夢グループの国じゃないよ。頭にアンつけるの忘れてますよ。もちろんチケットはお高いですよね。アンラッキーじゃないよ。いやいや、チケット安いですよ。もう夢の国に入るのがね、1日フリーパスが1万5000円ですから安い。1万5000円で1日遊び放題、安いってもうみんな喜んでる。昔マスク売ってた、昔マスク高値で売ってたね。やっぱりムグループじゃないか。ラックスランドにもパレードはありますか。やっぱムグループじゃないですか。ゲームさんあれです、パレードあります。高いパレードもね、 大人気ですね。パレードもね、これだけは安い。嬉しい、ご視聴ありがとう。嬉しい、ブス商店にてるとこ必ず出てくるムグループ、ありがとう。行方不明になっていますよね。迷子になる人はいるけど、行方不明はいませんよ。迷子になるだけなんでね。ちょっと各資材置き場に資材があるかチェックだね。やらかした YouTuber とかが地下労働施設行きになってるんだろうな。いやいやいや、やらかしたい。お屋敷から出てこなかった人が多いと聞きますね。おっと、ここないですね。ラットチューバーですか。ラットチューバー、ラックスチューブ、迷惑系のラットチューバーはすぐに逮捕されますからね。3年 B 組ドンパチ先生、いらっしゃい。お化け屋敷から、昔そうそう、昔おかんがね、お化け屋敷入りたいしたら、あそこ入ったらさらわれるからダメダメダメとか言ってね、言いさせてくれない。ただケチで入れてくれなかっただけだった。あそこ行ったら誘拐されるからみたいな、戻ってこれないとか言って、わらわら、戻ってこれないわよお化け屋敷から。まさかね。宮山さんやし、でもラックスランドでは叶えてくれます。ラックスランドはもうあの夢の国ですから、本当にありません。ラックスシティならないんです。ノンノンノン、ワオ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 、行方不明者が出るとラックスタワーの老人妖怪の人妖怪に増えない、増えない人妖が、人口って何人くらいまで増えるのかな。人口どう、何人増えるのかね。
今22万になってますね。22万。グラフがもう10万人で最上位だからね。まだまだ欲しかったよね、10、20、30でね。わらわら、桁数はまだまだ増えそうですけどね、ここね、ありますけど。ラテしてきた。もう人口数はもう10万人でもうブーッと一定ですからもうね。そこまでやると思ってないのかな。どうなんですかね。まだ22万じゃね、まだまだ10万人で大都市でしたけど、10万人じゃうちの田舎も10万人があるからね。ね、桁は余裕ありますよね。余裕ありますね、桁は。まあ、100。子供の頃に行方不明になったお子さん、なんと見つかりましたよ。ダックスランドの北郎島施設でネズミさんたちと一家楽。しんすけはもう沖縄行って行方不明になってる。しんすけ自体がね。人はもう相当年月やらないといけないんじゃないですかね。どうなんでしょう。しんすけと言うたら893や。どうすけ。さんまの名探偵。和国です。よしべえさんやじゃん。都市ラクシティ。人口増えすぎるとゲームが重くなってしまうかな。地元熊本市で人口77万。あ、増え、重たい時はもうね、オプションでこれでね、これでもうビルをもう低くしちゃう。でグリッド表示しない。それで変化、日中昼と夜の変化、昼間と夜間の変化とか全部、ここら辺を音とか全部オフにしたらちょっと軽くなります。はい、軽くはできますけどね。それだとちょっと寂しいけど。でついでにもうこの画面映さなくて、ここの画面で全部オフにして、この画面になったらめちゃくちゃ速くなりますね。だからもう放置してお金だけ貯めたいとか時はもうこの、昔1回目の時はもうこれでね、ずっと1日放置してたんですよ。それお金がすごい貯まってもう増えて赤字にならなくなったらね、もうね、でずっと放置してたんで、1回目の時は500枠とかやってますけど、裏で放置してた時間考えたらもうかなりやってますよ。今回は放置なしでやってますけど、午前中だけ放置するはずが、ずっと放置してたってありましたかね、この時間まで。あ、ずっとつけっぱなしだと忘れてたとか。わらわら、ずっと隣のデュオハル稼働してたみたいな。まともにやろうとしたらやっぱり放置しないとダメですね。もうここすごいですね。ここはもう山あいとか全部家が建ってる。放置しないと増えない状況ありますね。あ、そうなんですか。放置するときは作業の合間に。作業の合間にね。ここもすごいですね。あ、ここにも、ね、資材ない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 。ここはちょっと資材をまた入れとかないと。トンネルとか掘れたらいいのにな。そうですね。トンネルとか。うちの町台場もお金ないとき放置してたときが。
バリバン。出た、わらわら。シムアースはご飯食べに放置してたらえらいことになってました。あ、虫だらけですか。なんか変な生き物だらけとか。ラックス式の地下に秘密基地とかあるんですよね。まあ、地下はありますけど。帝国の秘密基地化しちゃってるから。秘密基地はありませんよ。画面が変な生き物で埋め尽くされてて失礼ながら気持ち悪って言っちゃいました。ああ、変わりましたね。なんかね、気持ち悪いの全部。まあ、あれは自分で、私は高知じゃなくて埋めたような気がするけど。自分で埋めたような気がしますけどね。バナナの皮で埋まる。なんか埋まりましたね。基地というか、要塞というか、人というか。あれ、金星はどうやってクリアしたんだっけ。もう忘れちゃったね。アトラクターで何が起きたんだ状態でした。金星のクリアの やり方も忘れちゃったわ。まあ今動画が残ってるからいいけど。いやいやいや、防空壕とかもちろん、もしもの時のためにありますよ。もちろん避難ね。まあここは災害にも強い。マンションに行ってた。マンションだらけだった。以前クリアした時の動画だけなかったのは笑った。コメントがそうなんですよね。突然なんかなんか核でも落とすとか、なんか核落としたのはなんかかいあったんだけどね。装置級レベルにして、あとは勝手に何か作ってくれる施設にお任せ。やはり街づくりは平地が多いところが人口増えますね。やっぱりね。だいぶ投げしましたね。ロードしたらあれが戻っちゃいますからね。なんかね、セーブしてロードセーブがあんまり意味がないですからね。次の日やったらまた人口が減ってたりね。セーブ数が落ちてたりしますからね。あ、懐かしいですね。あの頃まだ水星の魔女やってたんだね、そういえばね。魔女魔女言ってたから。シムシティで海埋めようとして地形造成したら施設まで爆破してしまったことが。爆破してしまった。結局隕石をでもう、あ、なんだか、もうすぐになんか水が干上がってるとか言われたんですよね。水が干上がってる干上がってる言われて。詰まってる。ここちょっと通る電車多いかな。もうちょっと外側回す来た方がいいかな。渋滞してるからね。外側の方がもう内側結構育って、まあでもここ次第なくなるからね。まだまだ 育つから、次第がなくなりが止まったらちょっともう駅町電車です。もうね、1日1本ですから。
あ、そうだ、ホテル思い出した。今ホテル思い出した。ラックスホテルどうなった？赤字だったラックスホテルは解消したかな。おお、利益出てる。おお、素晴らしい。よかったよかった、利益出てる、いいね。はい、よかったよかった。ちょっとみんなチェックしとこう。工場はいいね。はい、ラックスデパート、あー、デパートいいね。じゃ倍付けられてるのは変わらないね。不正の匂いが。このラックスレイクのとこのデパートすごいじゃない、利益すごい出てるね。なんだろう、わら、支配人に指定されなくて済んだ。やっぱネオンまぶしくしたのが成功の鍵だったのですね。おー、ゴルフ場すごいね。6畳、ゴルフ場7万人いくよ。まあ、冬季は閉まっちゃうんだけどね。スキー場は今マイナスだよね、これね。ラックスホテルベッドを全部回転させるようにした甲斐がありましたね。ね、ラックス遊園地。あ、出てるね。いいね、1万。遊園地で1万で、ゴルフ場で7万近いからね。まだまだ遊園地をちょっともうちょっと頑張ってもらわないとね。遊園地もっと頑張ってね。ゴルフ場がバカ売れじゃない。ラックスタジアムはスタジアムちょっと身売りするぞ。おい、これじゃ あの選手の給料払えないんだが、今季またラックスターズ最下位なのか。これはもうちょっとスタートダッシュ失敗した感じじゃない、これ。まあ、マンションもあれだね。貸しビルは。スキー場は夏場は全部施設が処刑場になってて助かったら無罪にしてますよね。ラックスシティの住民は遊ぶ暇ありませんからね。いやいやいや、一番儲かってるのはゴルフ場じゃないこれ。ゴルフ場がすごい儲かってる。あ、間違えた。まだ下ろしてなかったじゃん、これ。ゴルフは絶対ですから。絶対ゴルフする人が多いかね。今はゴルフがナウインですね。まあ、ゴルフがね、ラックスシティでは流行ってますね。やっぱりあのジャック・ニクラウス設計が効いてますよ。ジャック・ニクラウス設計ね、監修設計ね、プロデュース。ビックリマンのボスもあのラックスシティでゴルフやってるっていう話ですからね。ラックス社長は打ったら毎回ホールインワンなんですよね。いやいや、ズレはしませんから。ジャックのコースは難しいと評判です。だから攻めがいがあるんでしょうね。スコア階段事件。うちのスコア階段事件。特定のプレイヤーの時は風が強いんですね。ねえ。だいたいまあ PCA にゴルフ系はあの極端な風がね多いですけどね。といったところで、ご視聴ありがとうございました。PCA には A ドット3ドット A 列車で行こう3が毎日やってます。また明日。でした。いやいや。それはウッドマムだけですから。オンです。オンでした。オツニクラウス、オンでした。また明日でございます。オンでした。オンでした。この後はネクロマンサー。オンでした。セーブ OK じゃないや。まだセーブしてなかった。どうかな？ネクロマンサー。レベルが低いかもしれない。ミスター X が勝負するホールは大体ラックスシティ製。はい、オンでした。ウェルカム。